ネットメディアアナリストの横田修林です。ちょっとしばらくですね、動画が投稿できない状態が続いているのは、ちょっと理由がありまして、ユーストリームの調子がですね、とにかく悪いんですね。で、私はいつもユーストリームで生中継をして、その様子をですね、 YouTube にアップしてるっていうことをやってるんですけど、どうしても私のこだわりとしては、編集とかカットっていうのをしないで、そのままね、生で話した内容、そのまま生で実際に作業した内容、操作した内容っていうのをお伝えするっていうことをですね、私はすごく重要視してるのでやってたんですが、とにかくですね、ユーストリームの調子が悪い。で、これ私だけの問題なのか、皆さん方もそうなのか、ちょっとわからないんで、ちょっとですね、そういう投げかけの意味の、動画をですね、今日はお話ししてるんですけど、特にこの数日ですね、前もちょっと動画でも話しましたけど、10日ぐらい調子が悪いです。で、ユーストリームプロデューサープロというですね、プロ版の方を使ってるんですが、これを起動した瞬間に、私は MacBook Pro を使ってますが、Mac がですね、激重になります。その瞬間、とにかく重たくなって、で、例えば、動画を撮るときに、生中継の配信ボタンっていうのを押すわけですね。押した瞬間に配信始まるんですけど、今度は、録画開始ボタンが押せないんですよ。録画開始ボタンを押すには、なんかすごくですね、その後、さらに重たくなって、で、ですね、なんていうかな、押すんだけど、反応しなくてですね、で、あれと思ってですね、いろんなメニューとか触ってると、動かないんですよ。で、しばらくしたらですね、忘れた頃に録画開始ボタンが始まって、さらに忘れた頃にメニューを触ってたものがついてくるみたいな形で、もう自分のパソコンのですね、OS っていうかそのオペレーション自体がすごいですね、激重で動いてるのが、遅れた頃に来るんですね。1分、2分とかでね、5分後とかに来るわけですよ。っていうのが続いていてですね、とてもこれでは、配信ができない。もっと言えばですね、さらに画面を映すってなると、デスクトッププレゼンターっていうものを使って、もう一個ソフトをかましてですね、デスクトップの様子を操作説明などに使うんですけど、これをやると、さらに重くなると。さらに重くなってですね、動かなくなると。で、今度は iPhone とかの画面を説明するときに、リフレクターというソフトを使うんですけど、これをするとですね、さらに激重になると。これ確かに、配信っていうこともパソコンに負荷がかかるし、例えばそのデスクトッププレゼンターも負荷がかかるし、そのリフレクターっても負荷がかかるので、わからんでもないんですよ。わからんでもないんですが、ただ今まで撮ってた内容、撮ってたことと、特に変わりはないのに、重たくなるということで、例えばその動画とかですね、そういうメモリーを不足してるんじゃないかなと思って見るんですけど、そんなにですね、空きがもう全然ないとかってことはなくて、7割ぐらい入ってて、3割ぐらい入ってるとかって状態になってるんで、ちょっとね、ファイルは整理していますけど、どうもですね、調子が悪いということで、例えばバージョンを上げたりとかですね、してるんですけど、いまいちうまくいかないんですね。で、もしね、この動画を見てらっしゃる方で、そういう同じようなね、境遇の方がいらっしゃったら、どのような対応してるか、もしくは同じようになってるよっていう方がいらっしゃればですね、教えていただきたいなと思うんですね。で、これはユーストリームだけの問題で、例えば他のソフトを使ってる時とかは、特に何も変わらずですね、遅くなったりということは何もないんで、ユーストリームだけに出てる問題で、確かにね、ユーストリームプロデューサーって負荷がかかるんですけど、それの問題かもしれないんですが、とにかく、面倒なことになっています。ということで、ですね、そう言ってると動画は撮れないのでですね、本当はですね、1日1本ペースでやらなきゃないので、5月が終わったので31、32、今日は33本目を撮らなきゃいけないんですけど、現在ですね、まだ30本目を撮ってるということで、ちょっとですね、追いつく意味で、これは今 Mac に入っているフォトブースというですね、ものを使って動画を今撮ってますけど、Ustream に上げないで直接 YouTube にアップしていきたいと思います。もし対処法、私も同じような状態になっているよって方がいらっしゃったら、コメントなどいただけると嬉しいです。これからもね、動画は頑張って撮ってきますので、ぜひですね、チャンネル登録などしていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでありがとうございました。
バイバイ。